洋菓子の一例デザートは、食事の後に出され、食べられる果物や菓子がいる。日本におけるデザートとしては、ケーキやアイスクリームが想起されることが多いが、フランス料理においてはこれらは、アントルメドパティストリーに分類され、スフレプディングババロアなどのアントルメドキュイジーヌと区別されている。語源はフランス語のデザートに由来し、このデザートは、食事を下げる、 食卓を片付けるという意味のディサーバーに由来する。デザートという言葉は蒸気の意味を指すものとしてアイルランド、アメリカ、カナダ、オーストラリア、フランスで最もよく使われるが、イギリスやその他のイギリス連邦諸国ではスイート、プリンといった言葉がより使われる。ただ、この意味においてスイートを使うものはイギリスではいくらかロアークラス。 仮想階級や労働者階級など大衆的な存在とみなされる。主にイギリスではガムや飴玉などの駄菓子のことを言う。日本では長らくデザート、甘いもの、お菓子と呼ばれていたが2006年頃よりマスメディアやバラエティ番組を中心に俗語のスイーツと呼ぶことが一般的となった。デザートバイキングと呼ばれるものではバイキング形式で 数多くのデザートを好きなだけ選んで取ることができるデザートを食べる様式である。その多くでは時間制限があり、大体いい1から2時間で客が入れ替わる。ただし時間帯によっては、食後のデザートではなく、おやつとして供される場合もある。フランス料理のデザート例本格的なフランス料理のコースでは、前菜、スープ、魚料理、肉料理、 サラダが終わった後に別室に移動または同一のテーブルで食器類が整理されデザートが出される前菜からサラダまでをメインコースと呼びそれ以降をデザートコースと呼ぶコースの流れは以下の通り客の好みによりチーズチーズ用のパンや付け合わせのナッツドライフルーツが出ることもあるケーキ菓子果物アイスクリームといった甘いもの コーヒーなどの飲料。プティフールと呼ばれる坂がつくこともある。中華料理のコースでも、前菜、スープ、魚料理、肉料理、主食の後に甘い菓子や果物が出されることが多い。もともとは汁粉や揚げ団子のような熱いデザートが多かったが、近年では、杏仁豆腐、マンゴープリンなどの冷たいデザートも各種作られている。イタリア料理では、デザートのことをドルチェという。 これはイタリア語で甘いもの全般を指す。イタリア料理に出てくるアイスクリームを使ったデザートをイタリアンジェラートといい、チョコレート系や低カロリーのヨーグルト系、フルーツ系などがある。デザートとは無縁に思われていたあるラーメン屋などでもプリンなど豊富なデザートを品揃えすることで客単価アップを図るアイテムとなっている。 洒落たお店が増え女性客がラーメン店に来やすくなったのでデザートが集客アップの決め手になってきた。また回転寿司店でもすでに各種デザートは定番の商品となっている。皿に乗ってプリンが巡回している光景も珍しいことではない。さらに女子会や誕生会などで近年女性客の増えている居酒屋でも コース料理の締めとなるデザートに力を入れる店が、主にチェーン店を中心に増大している。バースデーケーキの無料プレゼントを行うなど、それぞれの店のサービスもエスカレートしている。子供に与えるデザートの弊害として2006年に、大学生の食生活の実態を調べ、子供時代に食べた甘いデザートの食習慣が持ち越され、大学生の食事が自立に欠ける原因の一つであるとして、 食育の大切さが指摘されている。ありがとうございます。